車内カメラがドアパンチに強い理由を動画でご紹介します。フロントカメラでナンバー認識。さらに今車を駐車している状況が伺えますけれども、車内の前方カメラを見ていただきますと、助手席側に車が映り込んでくるのがお分かりいただけるかと思います。はい、今車が映り込んできましたけれども、この後に起こることをイメージしていただければと思うんですが、はい、このようにドアパンチの決定的な瞬間を収録することができるということになります。で、この状態から逃げたとしてもナンバーが認識されていますので、加害者を特定可能ということになります。皆さんこんにちは。今日ご紹介をいたしますのは、駐車監視のドライブレコーダーに非常にこだわっている方には待望のこちら、今月リリースされましたバントゥルーのネクサス5、こちらのご紹介を本日はいたします。すでにラブンチャンネルの方では駐車監視の運用手順、使い方についてもご紹介してますので、駐車監視に特化した使い方について知りたい方はリンク先を貼っておりますので、そちらの方もご覧になってみてください。で、今回ご紹介するのは、実際に私が使ってみてこのドライブレコーダーの特徴を主にご紹介をしていきたいと思います。まずはこちらの筐体を見ていきたいと思います。こちらなんですけれども、このように簡単に取り外すということができるものになっております。で、取り外してもすぐには電源が落ちないような仕組みになっておりますので、事故に遭われて徹底的な瞬間を取り逃すということも少ないんではないかと思います。で、こちらは今ディスプレイ側になっておりまして、これがフロントの車内カメラかつ赤外線カメラにもなっております。で、こちら上なんですが、ここにリアカメラとリアの車内カメラにつながる USB ポートがついております。フロント側はこちらがフロントレンズ で、こちらにバントゥルーのロゴが入っておりまして、で、ここが脱着式になっておりまして、ここから電源を取る方式となっております。横から見ていただくと、これが電源のスイッチだったりイベント録画をする時のスイッチだったりします。で、こちらを開けていただくと、ここにマイクロ SD カードのスロットがついております。で、こちらがリセットボタンということでついております。で、これマグネットタイプになっておりますので、はい、こんな感じで簡単に閉めることができるようになっております。下には物理ボタンが4つついておりまして、まあ、こちらはもうバントゥルーのドライブレコーダーでしたら定番の仕様になっているかと思います。あとこちらです。新しく今回 N5 ということになりましたので、ここに N5 というふうに書かれております。先ほどの筐体をここに取り付けるんですけれども、ここが磁石になっておりまして、で、ここから電源が取れるようになっております。で、これ自体が GPS になっているということになっています。で、このケーブル自体はオプションにはなるんですけれども、バントゥルーの高圧ケーブルつながっております。取り付け自体も非常に簡単です。で、すぐに立ち上がるようになります。はい、こんな感じになります。で、ご存知の方も多いと思うんですけれども、このバントゥルーの機能、これから見ていこうと思うんですけれども、専用のアプリがございますので、そちらでご紹介をしていこうと思います。最近 AI ボックス、私のチャンネルでもよく取り扱いさせていただいてるんですけれども、今月になってロムとラムの容量自体が非常に上がってきてるということで、またこちらも別途ご紹介させていただこうと思っているんですけれども、いろんな使い方ができるようになっております。で、今回このバントゥルーのドライブレコーダーもそうなんですが、通常ですと携帯で見るような画面かと思うんですけれども、まあ、今までわざわざその携帯を取り上げて見るっていうことがすごく面倒くさいと思われてた方もすごく多いと思います。ですけども、最近はもうこういった見方、使い方というのもできます。バントゥルーのこのアプリは最新なんですけれども、残念ながら収録動画を見たりとか
あとはこの画面を切り替えたりとかっていうのができない状態にはなっております。まあこちらの方は、まあサポートからエンジニアの方に話をして、アプリの方の改良ができないかどうかっていうのも私の方からも伝えたいなと思っております。こちらなんですけれども、今できることというのはモニタリングとこちらの設定。設定画面がこれだけたくさんあるんで、N5 自体の筐体って小さいですし、デジタルミラードライブレコーダーではないので、モニターを見ながら操作するってすごく面倒だと思います。まあそういった時に、やはりこういった大きな画面で設定画面があって、車の装備の一部として設定項目というのが選べた方が非常に使いやすいということで、やはりこの AI ボックスっていうのは、どんどんまあ進化していってんだなということをすごく感じます。でまた後ほどご紹介するんですけれども、収録動画なんかもこれで見ることが可能です。で、まずは、今回私なんですけども、この解像度。で、フロントとフロント車内、リア車内、リアという4つのモードがあります。で、さらに、その中で解像度が1、2、3、4、5、6、6つの選択ができるようになっております。で、私の方は 1440p の 1080p、1080p、1080p の 28ps ということで、この N5 を購入された方が最も使うと思われるモードに今回設定してレビューの方をさせていただいております。で、さらにフロント車内リア、フロント車内前方、だからオーソドックスな2カメラとして使う場合のフロントとリア、あとはフロントだけということで、まあメモリーの容量であるとか、消費電力というものが密接に関わってくる部分というのがありますので、まあそれによって使い分けていく必要というのがあるということになります。ちなみになんですが、1440p の 1080p、1080p、1080p の 28fps で使用する場合、512GB までの SD カードの場合ですと、常時録画で約18時間ぐらいです。512GB 分の 25% はイベント録画として使われてしまうので、だいたい最大18時間という算出になっているんですけれども、動画の収録ができるということになっております。それでも18時間だと足らないよという方は、使用するカメラというものを減らしていって、で収録する動画の容量を増やしていくというやり方もできると思いますし、駐車監視の使い方、運用手順の動画でもご紹介してるんですけれども、消費電力にも影響出てきますんで、4カメの消費電力自体も 7.5W ありますんで、私のチャンネルでもよく紹介しているアイセルという 153Wh のミドルクラスの B12A というバッテリーを使ってで20時間ということなので、4カメとしてはかなり実用性としては高いモデルになっているっていうのが私の見解としてお伝えすることができるかと思います。それからこのドライブレコーダーのハイライトは何と言いましても、やはり駐車監視モードというところになります。まあ、駐車監視特化型っていうのが、まあ、バントゥルのドライブレコーダーの売りの一つでもあるわけなんですけれども、こちらを見ていくと、このように衝撃検知、動体検知、デイビッドレート録画、タイムラプス録画ということで、この4つのモードが選べるようになっています。で、今私これ動体検知使ってるんですけれども、その中でも低感度、標準感度、高感度ということで選べるようになっていますし、タイムラプスに設定すると、1fps、5fps、10fps、15fps ということで4つの項目で選べるようになっております。今回の私の動画ではこの動体検知とタイムラプス録画、まあ、こちらについて、ご紹介をしていこうと思います。次に収録動画を使いながら N5 の機能についてご紹介をしていこうと思うんですけれども、その紹介をする前に、まず、これ今 Google ドライブ使ってます。先ほどもご紹介した通りで、RAM と ROM の容量がかなり上がっているということで、この Google ドライブにファイルを入れることもできます。で、前述した通りで、バントゥルーのアプリ上では、この AI ボックスを使って、SD カード内の編集動画が今のところちょっと見れないようになっているので、私の場合はどうしているかと言いますと、Google ドライブに収録動画というものを入れて、で、ここで見れるようにもしていますし、まあもちろんこれ自体が SD カードも入るようになってますので、バントゥルのドライブレコーダーで使っている SD カードをこの AI ボックスに入れて、まあ、ここで見るということもできます。非常に便利になってます。またファームウェアとかも、アップロードをする場合もあったりするんですけれども、まあ、バントゥルの場合ですと、ファームウェアは特にアプリ上でダウンロードできるので、面倒じゃないんですが、他のメーカーのものですと、アプリ上からファームウェアがダウンロードできなくて、
SD カードに入れなきゃいけないっていう場合もあるので、まあそういった場合に、この Google ドライブにファームウェアをダウンロードして、マイクロ SD カードに移動させて、で、マイクロ SD カードからドライブレコーダーにインストールする。まあそういった使い方もできます。まあ、ご参考までなんですけれども。はい。で、まずはこちらの収録動画なんですが、ご紹介をしていこうと思います。で、まず何が一番気になるかと言いますと、ドアパンチが防げるのかどうかっていうことが一番気になると思いますので、そこをご紹介をしていこうと思います。4カメのドライブレコーダーなんですが、なぜ駐車監視に強いのかということでご紹介をいたします。今映し出しているのはフロントの車内カメラとリアの車内カメラになっておるんですけれども、はま寿司に行った際に駐車監視を行ってます。ちなみにこちらは動体検知モードを使っているんですけれども、30分ぐらいの駐車だったんですけれども、目まぐるしく変化するのがお分かりいただけるかと思います。で、今リアの車内カメラ丸の印のところなんですけれども、ナンバーがしっかりと認識できるのがお分かりいただけたかと思います。このリア車内カメラというのは4カメの一番最後のカメラなんですけれども、これがあることによって車が出て行った時でもナンバー認識ができるということになります。さらにハリアが入ってきましたが、こちらも同様でナンバー認識というのができる状況にありますので、その後万が一ドアパンチ等があったとしても加害者の特定ができるということになります。で、駐車が終わった段階で次に起きることは何かと言いますと、助手席から女性が今出てきましたが、さらにリアのドア今開けてるわけなんですけれども、こういった状況の中でもリスクが伴っているということになります。こういった状況から車を被害から守る上で非常に重要になってくるのが駐車監視機能であり、4カメのドライブレコーダーであるということがお分かりいただけるんではないかと思います。次に、先ほどは昼間の収録動画だったんですけれども、夜はどうなのっていうことで気になると思います。そちらも収録してきましたのでご紹介をします。これ今ちょうど12時前11時ぐらいですねの動画になってるんですけれども、フロントカメラの今タイムラプス録画をしている映像となっております。これ非常に暗いところなんですけれども、まあ、街灯が少し照らされている状態ではあるんですが、周りの状況というのは概ね掴みやすくはなっているのではないかなと思います。で、私今歩いてるんですけれども、しっかりと人も認識できるようになっておりますので、まあ、状況証拠という意味においては、まあ、十分な性能を持っているということがお伝えできるんではないかなと思います。次に車内になります。で、今ちょうど私がこのテストをするために今車から降りようとしている状況なんですけれども、ちょっと今タイムラプスが入ったかどうかっていうのを今確認を今しました。で、ここで車からまあ、降りようかどうかっていうのを今ちょっと悩んでるところではあるんですけれども、ちょっと降りてみようということで今降りました。で、ここで施錠をかけるということなんですけれども、で、この状況下で私今車の周りをうろうろと歩いている状態ではあるんですけれども、まあ、どこまで見えるか、まあ、ちょうどこの今サイドのところ今私歩いたのが見えたと思うんですけれども、まあ、運転席側に関しては見えます。まあ助手席側も見えなくはないかなとは思います。なので人の動きっていうものをしっかりと抑えることができるという意味において、このフロントの車内カメラというものもかなり重要になってくるかと思います。で、先ほどはま寿司の駐車監視の動画でもご紹介したこの威力を発揮するリア側の車内カメラになるんですけども、こう見ていていただきますと、で、これ光ってるのはこれ赤外線のセンサーなんで、これ夜間だとこう光っちゃいます。で、露出が少し高めであるっていうのがこの車内のリアカメラの、まあ、特徴的なところではあるんですけれども、まあ、しっかりと今私降りましたけれども、このように人間が外にいてもこううろうろしててもわかるような、ちょっと左のこの真ん中のスライドドアのところはちょっとわかりにくいところは正直あるかもしれないんですけど、道路側に関してはしっかりと見えています。あと少し決定的な弱点というか、駐車監視を重要視したいのであれば、この三つ目のシートは跳ね上げない方がいいですね。これ跳ね上げちゃうと窓ガラスから見えなくなってしまうので、そこは注意していただく必要があるかなと思います。
で、最後にリアカメラの映像なんですけれども、非常に明るく動画が収録されているのがお分かりいただけるんではないかと思います。まあもちろん、こう、街灯が道路沿いにはあるので、まあその分明るいっていうのもあるんですけれども、まあ内側に来るほどこう暗くなっていく状況ではあるんですけれども、しっかりと、まあ白飛びも少ないですし、で、暗いところですと黒つぶれというのも少ないですし、で、さらに奥の方も、まあ見える状況でもあります。で、私が、まあその後テスト的に歩いてるシーンも見えてくると思うんですけれども、しっかりと人間自体がこううろうろしてるっていう状態もつかめますので、まあこれは状況証拠としてしっかりとつかめるということで、まあすべて4カメご紹介させていただいたんですけれども、まあ人間の動きをこうキャッチしてるということで、まあ状況証拠を取るという意味においては非常に強みになるであろうということがお伝えできるかと思います。次に、このバントゥルのドライブレコーダーの N5 の新システムであります、プリレコーディング機能というものがございます。これが非常に使える機能なのでご紹介していくんですけれども、今回はさらに、こういった暗いところでも動体検知をしっかりしてくれるのかということでテストしてみました。ご覧ください。ちょうど今私が歩き始めるところの手前から、常時録画に入ってるっていうのがプリレコードの機能。で、このように今何か人の影みたいなものが動いてるのがお分かりいただけたかと思うんですけれども、しっかりとプリレコーディング機能が働いている、動体検知が働いていて、プリレコーディング機能として動画が収録できているのがお分かりいただけるんではないかと思います。で、さらに今度後方も撮りましたのでご紹介します。今度はリアなんですけれども、で、リアに関しては、残念ながら、このノアボクシーに関しては、鍵持ってると照明が光り出してしまうので、まあその影響から動体検知ということで判定して、で、ちょうど私が今後ろに来たところなんですけれども、その状態で今収録がされているといった状態になっています。なのでこれ、光によってプリレコーディング機能が働いて動体検知を収録しているといった状態になっておりますので、リアに関しては、まあ、これだけの収録ができるよということで参考までに留めておいていただければと思います。最後になるんですが、ドライブレコーダーの基本性能として、走行時の解像度についてのご紹介をしていきたいと思います。まずはフロントカメラの映像からご紹介します。で、これ今日中の動画なんですけれども、まず見るべきポイントというのは対向車のナンバー認識ができるのかどうか、まず走っている状態でのナンバー認識ができるのかということなんですけれども、まあそれも問題なくフロントカメラからの映像でも捉えることができるので、まあ十分な解像度を要しているのが皆様にお伝えできるんではないかと思います。次にバックカメラの収録動画なんですけれども、動いている車に対してナンバーが認識できるのか、また後ろについている車のナンバープレートが認識できるのかということなんですけれども、まあ、そこも問題なく昼間でしたら認識することが可能ですので、十分な解像度を要しているということがお分かりいただけるんではないかと思います。で、今度は夜間の走行時の収録動画のご紹介です。今前に BMW 止まってますけど、止まってる時にこうライトが照らされてナンバーが白光りするようなドライブレコーダーが多いんですけれども、これはしっかりとフロント前の車のナンバー認識もしっかりとできるので、まあ、白光りもかなり抑えられていると思います。で、今回こちらはイメージセンサーが新しいものに変わってスタービスセンサーという新しいイメージセンサーを搭載しているということなんですけれども、まあその辺の影響がもしかしたら効いているのかもしれないんですが、まあ白飛びがなくてしっかりとナンバー認識ができるということで、解像度としては、まあ、特に申し分ない、ドラレコの解像度としては特に申し分のないレベルになっているんではないかと思います。先ほどは停止中でのナンバー認識だったんですけども、走るとまたナンバー認識精度というものが大きく変わってきます。今止まっているところで、これから今スタートしたところなんですけれども、このトラック、まあ今この速度差ぐらいのレベルでしたらトラックのナンバープレートというのは十分認識できるレベルではあるんですけれども、この対向車になってくるとより相対速度っていうのが上がってくるんで、さすがに夜になってしまうとやっぱりナンバー認識がしにくくなります。
並走しているトラックのナンバー認識というのは十分にできるレベルにはなっております。次に後方のナンバー認識制度なんですけれども、並走している状態、まあ、今追い越し車線にエクリプスクロスが追い越していくシーンになるんですけれども、まあ、リアカメラについてはやはり少しナンバー認識制度という意味においては、まあ、フロントカメラよりも解像度がもちろん落ちるんで、ちょっとこう厳しくはなってきている状態ではあるかなという感じがいたします。でこれは N5 だからということではなくて、もう 1080p のフル HD になってくると、これがまあ限界なのかなっていう気がします。まあ、イメージセンサーを使ったとしても、まあ、解像度とはまたちょっと違った領域の話になってくるので厳しいかなという気がするんですけれども、まあ、以前紹介したマックスインのミラー型のドライブレコーダーにはなってしまうんですけれども、 LVDS 方式のドライブレコーダーでしたら後方の解像度というものも非常に高くなっておりますので、走行時でもナンバー認識をしたいという方にとってはやはり LVDS 方式のドライブレコーダーをまあ選ぶ必要というのが出てくるかと思います。はい、ってことで今回はバントゥのハイエンドモデルに値します最新作の N5 ご紹介をいたしました。まあ、最後に私のまとめとして、まあ、今回こちらを使わせていただいた所感なんですけれども、まあ、ドライブレコーダー、走行中のドライブレコーダーのシーンを撮るという意味においては、まあ、2カメラもしくは3カメラタイプで十分なのかなというふうな認識です。ただし、駐車監視をやはり意識したい、車を被害から守りたいという方にとっては、やはり3カメないしは4カメのドラレコが必要ですし、特にこのバントゥルの N5 に関しては、後方車内カメラというのが逃げていく時のシーンとして、後ろにナンバープレートがついてるわけなんですけれども、その認識ができるっていうのがかなり大きなポイントになってくるんではないかと思います。また、ナンバーの認識だけじゃなくて、当然ながら、加害者の動き、ドアの開閉に対しての動き、まあ、そういったものもしっかりと見れますので、状況証拠としては動画がはっきりと収録できるので、やはりそういった意味においてはこの N5 のドライブレコーダーっていうものが非常に生きてくるんではないかなということで今回感じました。また動体検知に関してもテストを行ったんですけれども、あれだけ暗い状況下においても動画を収録してくれるので、まあタイムラプスだとバッテリーの消耗であるとか、ドライブレコーダー自体もずっと稼働してしまっていて寿命が気になるといった方も多いと思います。まあ、そういった意味において、それでも何か駐車監視を作動させておきたいなという方は、まあ、動体検知を使うというのもありなんではないかなということが今回私の中では感じたところになります。はい、ってことでこちらの商品なんですけれども、詳細は概要欄にも貼っておりますので、ぜひそちらの方もご覧になってみてください。それではまた次の動画でお会いできることを楽しみにしております。失礼をいたします。